ファントムランチ食堂、売店ファントムランチのコテージ群、ファントムランチは、アメリカ合衆国コロラド州ココニノ郡の、グランドキャニオン国立公園内にある、ロッジ施設である。グランドキャニオンの底、ブライトエンジェルクリークの東側にあり、この小川とコロラド側の合流点から北に、約0.7キロメートルのところにある。1922年にオープンした、ファントムランチは、 ナショナルトラストフォーヒストリックプリザベーションの公式プログラムであるヒストリックホテルズ・オブ・アメリカのメンバーである。ファントムランチのある場所は何千年もアメリカ先住民により使われていたが、プエブロ族が紀元1050年頃家をここに建てた記録がある。ヨーロッパ系アメリカ人による最初の記録された訪問は1869年に ジョン・ウェズリー・パウエルと彼の仲間が、ブライト・エンジェル・クリークとコロラド側の合流点のビーチで、キャンプが行った。ブライト・エンジェル・クリークにこの名前を付けたのは、パウエルであり、その澄んだきらめく水と、彼と彼の部下が以前に通り過ぎて、ダーティ・デビル側と名付けた、クリークの乱流で塩辛い泥水とを対比させた、ものであった。パウエルはその地域を簡単に探索し、 プエブロの遺跡も発見した。1919年にセオドア・ルーズベルトにより、グランドキャニオンはアメリカ合衆国国立公園システムに組み入れられて、1922年にフレッド・ハービー・カンパニーにより、ファントムランチの高級的な施設が作られて、その建築様式は国立公園田舎スタイルと呼ばれ、さらに世界恐慌の時代には市民保全部隊が施設の改善もいった。 21世紀になった現在、ファントムランチは非常に人気のある観光目的地であり、予約を取得するのが米国で最も難しい宿泊施設の一つとみなされている。すべての宿泊施設は毎月のくじ引きによって15ヶ月前に提供され、通常はすぐに売り切れます。ありがとうございます。